第一は幽霊。学校は深夜になると不気味な空気に包まれます。あの日、私は学校で遅くまで勉強していました。図書室で資料を集めて教室に戻ると夜はすっかり更けていました。廊下を歩くと足音が重く響き渡ります。蛍光灯の青白い光が長い影を作り出しています。突然何かに気づきました。前方の教室からかすかな光が漏れていたのです。私は誰かがまだいるのかと思い、そちらに向かいました。ドアを開けると奇妙な光景が広がっていました。真っ暗な教室の中央で一つの机だけが明るく照らされていました。そこには古びた教科書が開かれ、ボールペンが置かれていました。誰かが勉強していたことは明らかでした。けれどもそこには人影がありませんでした。ゾクリとする不安感に駆られ、私は後ずさりしました。するとその瞬間、影が揺れました。誰かいるの？返事はありませんでした。ただ静寂の中で影が大きく揺らめいているのが見えました。私は怖くなり、そのまま教室を飛び出しました。校舎を走り抜けると外の明るい夜に出ました。肌が泡立つ恐怖を感じながら家路に着きました。翌朝教室を見に行くと何もありませんでした。あの怪奇現象の証拠は消え去っていたのです。それでもあの夜の出来事が頭から離れません。誰かが学校で一人勉強をしていたのでしょうか、それともただの幻覚だったのでしょうか。今でも夜の校舎を思い出すとゾッとするのです。幽霊が学ぶ姿を目撃したのかもしれません。第二は古びた指輪の呪い。私には両親から受け継いだ古い指輪があります。その指輪には恐ろしい呪いがかけられていると言われています。ある日のこと、指輪を拭いている時のことでした。拭き残しの汚れをよく見ると、そこには怪しげな文字が刻まれていました。まるで呪文のように見える奇妙な記号だったのです。私は気味が悪くなり、指輪を押し入れの奥に押し込みました。しかしそれから異常な出来事が次々と起こり始めたのです。最初は些細なことから、ミスミスと落としたガラスが床で割れることなく丸く反り返りました。鏡に映る私の姿がゆっくりと歪み始めます。そして徐々に恐ろしい幻覚に見舞われるようになりました。廊下を歩けば無数の影が私に絡みつきます。夜はぎっしりとした闇に包まれ、遠くから低いうなり声が聞こえてくるのです。ついに私の周りの全てが狂い始めました。時計の針が逆回りし、蛇口から血が流れ落ちてきます。壁からは無数の触手が這い出し、私を捕らえようとしてきます。私は狂気に侵されそうになり、もはや現実と幻想の区別がつきませんでした。ただ幻影から逃げ惑うばかりでした。やがて悪夢のような出来事が収まりました。しかしその間に私の姿は醜く歪み、もはや人間とは呼べない形相になっていました。指輪の恐ろしい力は私をも滅ぼしかねない存在だったのです。呪いの力にさらされた代償は計り知れず、私は人生を永遠に狂わされてしまったのかもしれません。今でも時折不気味な幻影が視界に飛び込んできます。それは指輪の呪いの名残なのでしょうか。今となってはもはや真偽のほどは分かりません。ただあの恐怖に怯える日々が忘れられないのです。第三は憑依体験。私の両親は昔心霊現象に悩まされていた時期がありました。特に夜になると奇妙な出来事が起こるそうです。ある夜のことでした。両親は就寝する準備をしていました。突然物音がしたと母親が気づきます。リビングの方からガサゴソという音が聞こえてきたのです。あれ、留守中に誰か入ったの？用心して父親が確認に行くと、リビングは無人でした。しかし奇妙なことに、ソファの配置が朝と違っていました。まるで誰かが家具を動かしたかのように。なんだこれは、不安を抱えながら就寝しました。しかしその夜、恐ろしい出来事が起こったのです。真夜中、母親が悲鳴を上げて目を覚ましました。そこには化け物めいた姿の父親がいて、母親をあぐらがけにした状態で押さえつけていたのです。助けて、何者なの、あんた。しかし父親の口からは異様な声が出るばかり。それは人間の発する声ではありませんでした。ズザ、ザー。
低いうなり声とともに父親らしき化け物は母親に手を伸ばします。母親は必死で抵抗しましたが、化け物は鋭い爪を振るい母親の腕に負荷で覆わせました。物音に気づいた私が間に入ると、化け物はエビのようにくねった後、そのまま部屋の外へ飛び出していってしまいました。夜が明けると父親は意識を失った状態で病院に運ばれることになりました。医者からは一命は取り留めたものの、原因不明の異常な傷がいくつも見つかったと聞かされました。あの夜、誰かに憑依されたのか、それとも別の存在に取り憑かれたのか、未だに分かりません。ただあの化け物の異形の姿は今でも忘れられない恐怖の記憶なのです。第4話、心霊写真の恐怖。私はカメラが大の苦手です。それには理由があるのです。10年ほど前のこと、私は友人と廃墟になった古い旅館を訪れました。その建物は心霊スポットとして有名で、幽霊の目撃例もごたちません。旅館の奥まった部屋を見学していると、友人がデジタルカメラで写真を撮り始めました。私も少し興味があり、カメラを借りて同じ部屋の別の角度から写真を撮影しました。しかしその時、液晶モニターに映し出された光景に私は震え上がってしまったのです。写真の中央にはっきりと人の姿が映っていたのです。しかしそこには私たち以外に誰もいなかったはずです。それなのに白い服を着た人影が鮮明に映し出されていました。なんだこれは。怖さのあまり私はカメラを落としてしまいました。友人も気づき、写真を見て驚きの表情を浮かべました。ええ、誰か写ってるよ。疑心暗鬼になりながら、私たちは建物の中を隅々まで探し回りました。しかし白い服を着た人間の姿は見つかりませんでした。そのまま私たちは足早に現場を後にしたのですが、あの心霊写真のショッキングな印象は今でも忘れられません。帰宅してからもカメラの写真を見返すたびにおじけづいてしまいました。あの白い人影は一体何だったのでしょう。生きた人間ならありえない不可思議な姿でした。幽霊が映ってしまったのか、それとも別の何かなのか、確かめようがない心霊現象でした。ただあのカメラが恐ろしい何かを映し出してしまった事実は揺るぎないのです。以来私はカメラが大の苦手になりました。世にも恐ろしい存在をあのカメラが記録してしまったことを思うと、怖さで心臓が潰れそうなのです。第5話、洗濯女。これは数年前の出来事です。私は当時古びたアパートに一人暮らしをしていました。そのアパートには奇妙な出来事が起こるという噂がありました。ある夜中のことでした。眠りについていた私は騒音でガサゴソと目を覚ましてしまいました。音はアパートの裏手、洗濯場からするものでした。眠気目をこすりながら私はカーテンから外を覗き見ました。するとそこには信じられない光景が広がっていました。洗濯場の中で白装束の女が一人洗濯物をもみ洗っているのが見えたのです。深夜3時過ぎの時間帯にもかかわらず、女は黙々と洗濯に勤しんでいました。おかしいな、この時間に誰が。驚きのあまり私はがに帰るのが遅れました。しかしその女の様子がおかしかったのです。その仕草は機械的で不自然なものでした。まるで人形の動きのように。さらに不気味なのはその女に顔がなかったことです。白装束の下は顔の部分が覆われており、どこを見ても顔らしきものは見当たりませんでした。ゾッとする怖さに駆られ、私はすぐさまカーテンを閉めてしまいました。しかしその夜、私は怯えて一睡もできませんでした。洗濯場から漂う洗濯物をもむ音がしきりに私の恐怖心をくすぐったのです。翌朝洗濯場を覗くと、そこには誰もいませんでした。しかし濡れた洗濯物の上にわわくれた足跡がいくつも残されていました。あの夜の体験を友人に話しても誰も信じてくれません。しかしあの無表情の女の姿は決して忘れられるものではありません。ある研究者によると、洗濯女という亡霊の伝説があるそうです。深夜に洗濯をする女の幽霊に出くわすと大災難が起こると言われています。幽霊かどうかは分かりませんが、あの気味の悪い出来事は今でも私の心に恐怖を刻みつけています。夜の洗濯場を思い出すと
今でもそっとするのです。